二日酔いの巨人軍がやばすぎた。脇、エロ本となっております。みんながおパンパンだったわ。タバコ吸ってそう。坂本が可愛いおじいちゃんになってる。キャップが東京ジャイアンツになってるけどビジターだとこうなるのか。この後普通に飲みに行ったやろしな。昼前の新幹線に乗って東京戻ったって考えたらマジで寝不足やろ。下手すりゃ徹夜もしとるで。二日酔いとエロ本は関係ないだろ。おっちゃんやん、丸はいつも通りだろ。ベテランは5番センターで試合出て打点上げてんのに若いやつらが情けないの。試合の後坂本は山田と飲み行っただろうな。笑い。二日酔いで言えば村田よベンチで口開けて寝てたぞ。丸も二日酔いでむくんで顔パンパンにでかくなっちまうわな。表示やばすぎやろこれ。縦読みで奇跡を起こす球団。ご視聴ありがとうございました。